ち出した。これは上尾が怒るだろう。マジかよ。当たったよ。ものすごい資金を投入して作られたワークスマシン同士だからこそぶつかるとドキドキしてる。これは太ももに谷口ドリフトしてないって言ったけど、ちょーっとこれは今村のスピンでしょう。これは今村が悪い。これは今村困ってしまった。谷口にとんでもない受難が起こることとなった。入ってきた。バーレスター。大きなミスだ。クラッシュだ。これはタイロットか。やはりまたタイロットか。右フロントタイロット。おそらくタイロットが降りたんでしょうね、あれね。大きなトラブルが出ました。で、勝った部分ですよね。直さなければもう4位ということになるでしょう。クラッシュが起きるのは本戦だけではありません。朝の練習走行でもあるんです。スーッと伸びましたね。止まるんじゃなくて伸びました。加速の勢いでぶつかりました。さあこの組み合わせでどうやるか。同じなかなかね、今シフトが入んなかったんですね。